はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。ということで、今日はですね、スプラトゥーン特別企画ということで、3ヶ月ぶりにチーム LL の皆さんとカンストプラベやっていきたいと思いまーす。と、元気に始めましたが、まあ、前回に引き続き、今回もですね、やっている時はガチで本気でやっておりますので、無言でやっております。なので、この動画もですね、今回も同様、前回同様に、後付け実況でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。と、いった感じで、まあ、前からね、仲良くさせていただいているチーム LL の皆さん、全員ちなみに今回参加者、まあ、僕も含めてですけど、カンスト勢ということで、このね、キル速の速さですよ。圧倒的ですね。相変わらずね、素晴らしい。はい、今回も、お誘いいただいたので参加したっていう感じですね。まあ、ちなみにチーム LL のことをあまり知らない方々に言っておくと、まあ、なんか大規模大会ですか、ね、よくあるユーザーの大規模大会でベスト4に入ってるぐらいのすごいチームですね。で、なんか詳しく聞いたらですね、なんか割と中規模とか小規模ぐらいの大会だったらもう何個もタイトル取ってる。いつの間にっていう。なんかすごい、僕が知らないうちにどんどんすごくなってるな、このチーム LL はって。ね。いう感じではございますけれども、まあ、そんな方たちとね、一緒にこう、プラベがね、ハイレベルなプラベができるっていうのはね、まあ、感謝ですね。なんか、YouTube の実況やってきてよかったな、みたいな感じで。はい。まあ、こういう感じでね、まあ、結構こう、初通のエリアっていうのはなかなか2エリアなんで、野良だとね、どうしてもこう、ノバやってると潜伏できないんですけどね。まあ、これだけこう、一方的になるとノバもかなり潜伏しやすいですし、まあ、こういったこう、ちょっかいですか。まあ、普段あんまりしないようなちょっかいの出し方とか、これもさ、意味がわかんないよね。これ、なんでそれ当たるのっていう角度から当ててくるよね。えげつないですよ。えげつないんですよ。いろいろえげつないんですよ、この人たち。マスの話もゆっくりやってきますけど。あ、もうこうやったらもうこれのチャンスで。これは僕の飛び出しが甘かったです。なんか最近、牛黒さんは強人を使い始めたっていうのもちらっと聞きましたけどもね。いや、まあ、そんな感じで、まあ、完全に味方に助けられながら、もちろんね、味方と協力しながら、たまーに活躍する、そんなモッティの LL プラベ、今日はご覧いただきたいなと、いうふうに思っております。はい。今日はですね、ちなみに前編後編の前編で、エリアとヤグラの数試合お送りしたいと思っております。よろしくお願いします。と。さあ、続いては、デカラインのガチエリアですね。全部のルール4試合ずつ計16試合やらせていただきました。さあ、まあ、エリアはですね、とりあえずノバ持たないとなっていう感じで、ノバ持ってますね。で、今回の、参加者の方々はですね、ゴルダックさん、シャルさん、ウシコロさん、ウマサンジョさん、バンチャンさん、スネゲノザンさん、ジェイストロさんですね。まあ、皆さんおなじみの、シャルさんとかウシコロさんもいますし、まあ、頭おかしいでおなじみのウマサンジョさんもいますんでね。まあ、そんな中でいろんな方たちのね、お妙義を見ていただきたい。これね、見えてなかったんですよ。完全にやらかしてますよね。今見るとね、なんでそんな吸盤で死んでるんだよっていう感じですけど、ね、もう必死なんですよ、もうすごい逃げ腰でしょ。こういうのと、あ、じゃこれは、なんか飛んできた前からって感じですけど、こうやって客観的に見ると超逃げ腰ですよね。明らかにノバブラスターの仕事やってないですよ。まあね、やってて思ったんですけど、4ルール今回。前回も結構やっぱ縄張りバトルと、ガチエリアがすごい下手くそで、結構そこで足引っ張っちゃって、まあ動画的にもあんまりなって感じだったんですけど、今回縄張りバトルはそれなりにね、まあ後編の動画に続くなんですけど、それなりにできたんですけど、やっぱガチエリアが本当に僕は苦手ですね。もうやってみればやってみるほどよくわかるし、まあやっぱりその上手いチームの人たちっていうのは、ほら、もうここだってさ、普通ノバが出ていってあそこ倒すところじゃないですか。で、そのフォローに9番ボムが入るべきだところを、先に9番がやっちゃうぐらい、もうテンポスピード、試合テンポが早すぎるんですよね、本当に。マジですごいなって。なんかもう S プラス部屋が初めてできた当初の、なんかそういうゲームスピードかなっていう感じがしますね。まあ、ここはしっかりリモート倒して、しかしここはうまく引かれてしまって、ロングブラスターにやられてしまうと、いった感じですね。まあでもかなり、しっかりエリアを取ってくれているので、なんか僕が暴れる間もなく、なんかいてもいなくてもそんなに大差ないみたいな、そんな雰囲気で試合が展開進んでいるわけですけど、ここは出てきたところをしっかりカバーで抑えると、やっていきますね。まあ、この辺は、こういう最低限のプレーをすると、まあ、抑えられずにエリアを取られてしまう。さあ、こう上がってきたところを、倒せなかった。今一瞬出たかなって思ったんですけど、今見たら、ちょっと早かったですね、若干ね。あと 0. 点数秒遅かったら多分当たってましたね。さあ、しっかり当てていって、しかし一発目は当たるけど二発目は当たらない。やっぱりあれですよね。もう直撃取れなかったら、負け感若干あるんですよ。ほんとノバブラスターだと。
射程も足りてないっていうのももちろんあるんですけど、やっぱエイム力、このレベルまで来ると、やっぱ立ち回りよりエイム力もだいぶ問われてくるなっていう気がしてますね。で、結構ここは味方が、若干落ちてしまったので、まあ、ちょっとボムラッシュを吐いて、若干維持ですね。戦線の維持、味方が帰ってくるのを待っているというところで、もう怖くて出れないんですよね、要は。結論から言うとなんで出ないのっていうか、怖くて出れないの。チャージャー勢二人が、まあ、今回もね、相変わらずチャージャー勢二人がね、頭おかしい抜き方をしていて、最近のモッティ、野良のチャージャーに慣れすぎたせいで、なんでこんなもん抜かれなあかんねんって、ビクビクでした、そういう。まあ、あとは、これはいい感じに刺されましたね。まあ、相変わらず牛ころさんが化け物すぎて怖い。そういうのもある。なんか牛ころさんとあんまチームになれなかったんですよ。16戦やって。なんか3、4戦ぐらいで、ほぼ全部敵だったんですよ。ここでうまくちょっとボムを置いて、膨らんさせつつ、まあちょっとカウントを見ながら、絶対にカウントは止めようみたいなタイミングで、ここで2オツしたので、ここ塗るチャンスということで、取らせなければそれでいいっていうところで、相手に前に出させなかったら、ちょうどあそこ、右からスクイックに入ってくれたんで、これしっかり塗れましたって感じで、まあ5対10ですね。まあこんな感じでいいわけですよ。カウント取らせちゃえば。一番いいタイミングで入っていって。で、これはうまくボムが刺さっていって、ボムとりあえずばらまいておいて3オツしたので、もう一回潜り込むよと。で、多分、LL の皆さんはこういう機種慣れてないだろうなと思って、こういう潜り方をしてました。で、ちょっと、牛黒さんにドヤ顔して、やったら、ね、相打ちが取れずにっていう。この辺がやっぱだからチーム力ですよね。一人溶けたとしても、そっからバカバカ溶けていかないっていう。なんかそこら辺のカバー力がやっぱ素晴らしいなっていう感じがしてました。で、もう一回やろうって思ったら、カウントが終わって終了しました。本当にモッティさ、別に何もやってないでしょ。エリアに関してはマジでね、僕何もやってなかったですね。本当4試合中4試合とも、ね。まあなんかもうちょっと伸ば、なんかあれですね、多分最近の動き方的にもうちょっと前に、なんか本来の伸ばの動きを取り戻したいなんてちょっと今こう見てて思いましたね。で、まあこの3ヶ月の間に新しい武器をモッティはカンストしたわけですよ。スクリュースロッシャーっていうね。なんで、ちょっと試しにスクスロ一戦持って、ちょっとどんな感じなのかなっていうのをやってみました。まあおそらく足引っ張るだろうなって思って前提で動いてるんですけど、まあ箱フグですよ。箱フグでカンストしたんですよ。確か。違ったっけ？あ、違うわ。違う、ショッツーだわ。ショッツーじゃない。アンチョビだわ。いや、でも、あれですよね。箱フグとアンチョビのエリアでカンストしましたから。あ、違うか？いや、いいや、わかんねえや。もういいや。違うわ。エリアカンストしたのが、あれで、洗濯機はまた別だな。いいや。もう何でもいいです。何でもいいですけど、とりあえず、洗濯機を持ってやってるんですけど、ここ一回引く。で、やばい、追い詰められてる、ちょっと前に出られないなってところで、ちょっかいは出せてるんで、一回ボムラッシュを吐いて、そこら辺にいる人たちをちょっと出そうと思ったら、うまーくここ、ポイズ当てられちゃって、逃げ切れずですね。バリ吐いたタイミングで飛んだらギリギリ間に合ったかな、どうかなっていう感じですけどね。多分間に合ってなさそうな感じはしますね。はい。で、まあ洗濯機は右サイドがとりあえず強いので、一番最初だけは僕一応左行くんですけど、いやいや、右サイドから狙っていこうかなっていうところで、これね、危ねっていう、マジで。怖いでしょ、これ。まあ完全にやりに来てるんですよね。LL の人たち。で、ちょ、一回ここは止めなきゃなってことで、ボムとりあえず置いて、ここに刺さって相打ちですね。これはまあ読みボムってやつですけど。まあ、とりあえずこれでカウントは一回止まったんで、まあ、よしよしと、いったところで、で、左サイド3人いるんで、そこを厚めに固めていこうっていうところで、メガホン危ないねっていうことで、一回引いて、ここで前に行って、どうにか右サイドも取れたらいいなって感じだったんだけど、ちょうどいいタイミングで入ってきて、9番投げられて、これな見てたんだろうね、多分。10秒ぐらい前からね。見てたんだろうなっていう。ただ、抜かれた瞬間はなんで抜いてるんだよっていう。なんで抜かれてるんだよっていうのをマジで思ってましたね。まあ、とりあえず49対50になった。49対50になったけど、今のが完全に僕ビビっちゃってるんで、これ。完全にシャルさんにビビっちゃってるんで、あんま出れなくなっちゃってるわけですよね。で、とりあえずこうボム巻きながら敬遠しながら、多分ここはね、早めにもっと出れてったらよかったんだろうなって思うんですよね。多分ただ、センサー入ってくれたんで、左サイド多分これはいい感じに取れてるかなと思いつつ、ちょっとここは時間稼ぎたいので、ボムをとりあえず適当に投げて、ここは取りたいなってところで、一回またシャルさんが見えたんで引いて、で引いて、結構ボムラが刺さらない間に左が取られちゃう。ここはちょっと僕がもうちょっと前に出てあげなきゃいけない場面ではあったところですかね。で、
ナカウントがリードされてしまいの、で、このセンサーで後ろに誰かいるのを気づくんですよ。全く気づかなくて、もう裏取り一人入ってて、なんも、もう結構完全に崩壊しちゃってましたね。綺麗に刺さったんですよ。で、普通、ハコフグの裏取りって、そこの中央台出たらその後こうセンターに戻るじゃないですか。じゃなくて今こう僕が塗ったところみたいに黄色線一本通ってたと思うんですけど、高台まで上がってきてから裏取りをするっていうね。で、この頭おかしいショットですね。頭おかしいって今日何回言ってるんだ。いや、それ、褒め言葉だからね、ちなみにね。褒め言葉ですよ。褒め言葉ですよ。頭おかしいぐらいうまいの略が頭おかしいですから。まあ、やっぱり僕の洗濯機ではまだまだっていうことでしたね。もうちょっと頑張らないとね。さあ、ということで、矢倉編でございます。矢倉は2戦ですね。まず一つ目が、塩の目油田の矢倉ですね。なんか、矢倉が塩の目油田久々だなとか思いつつ、とりあえずゾンビの場強いんで、ゾンビの場やってみようっていった感じでございます。まあ、多分、野良では出てこないステージだと思うので、まあ、ここら辺は、動画にもほぼほぼ僕の動画にならないと思うので、せっかくだからちょっとこの辺は、なんか解説できたらいいなというふうに思ってます。このステージも強いことですね。まず、ノバ矢倉的には、ノバゾンビ矢倉的には、ここはめっちゃ強いので、かなり強めに出ていいと思います。で、ヤグラですわ。ヤグラは、かなりこれ、乗ったり降りたりしてますけど、これなんでかっていうと、かなり相手を引きつけようとしてるんですよ。なんでかっていうと、それぐらい、こう、高台見ながら、ノバって、ヤグラ周りに見れるぐらい、本当にここ強いんで、ノバが。なので、ちょっとずつ、ちょっとずつ進めながら、まあ、あとは、あれですよね。味方が絶対に動いてくれる味方が全員揃ってる。まあ、相手ももちろんそうなんですよ。っていうのが分かってるんで、締まる試合が絶対できるっていうのが分かってるんで、ちょっとずつちょっとずつ味方の動きを見ながらやってるっていうのがあるんですね。ここでじわ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 出してくるんですよ。で、要はここが入り口になるので、どちらにしても、相手チーム、味方チームにしても。ここにどれだけ矢倉を置き続けられるかっていうのが一つポイントで、で、今左上から、あれラピッドブラスターなのかな確か。ロンブラじゃなくてラピダだと思うんですけど、ロンかなあ、ラピダよね、ラピダよね。そこの位置にブラスターが入り込めちゃえばもう勝ちです。ほぼほぼ。だと思います。ただそれをずっとしたかったんですけど、狙ってたんですけど、まあ、これはうまかったですね。そこにずーっとラピがいるんですよ、ね。いや、これがね、かなり刺さってるんですよ、実は。ラピブラの、わかんない、ラピブラめっちゃうまいのかわかんないんですけど、ちょっとそこら辺の個々の武器事情までは知らないですけど、あそこのラピは結構刺さってましたね。で、ここ一回こう登っていってやろうと思ったら、しっかり見てるんですよ。しっかり見てるんですよね。しっかり見てて、全然抜け出せないと。で、ここも上がってきたいじゃないですか。上がってきたいんだけど、ラピが見てるんで、このタイミングがすごいシビアなんですよね。ノバからすると。すごく難しくって、とりあえずコンで牽制しながら見ていくと。で、この辺もしっかり乗ってくれますよ。だからよく分かってくれてるっていうのがありがたくて。で、それで、ヤグラにしっかり乗りながら、ヤグラダンスをしながら、このタイミングで左取れたらって思ったんだけど、このタイミングで引かれちゃってるんですよね。で、バリ剥がれるっていう。見てるなーっていう。したら後ろでチャージャーやられてたっていうね。そっちかーい、みたいな。そっちかーい、みたいなこと思いつつ。でも、ヤグラは順調に順調に進んでいって、で、そこはしっかりこう倒さなきゃねっていうところで。これで多分やっと1キル取りましたよね、多分。ですよね。なんかここ結構ね、立ち回りステージなんじゃないかなって個人的に思ってて、いいですよね。で、ここはどうにか矢倉に乗って24まで進めましたよと。もうちょっと進めたかったかな、個人的には。さあ、それで多分ここで矢倉が戻っちゃいそうだなーっていう風に思ったので、ここはうまく裏取りをしていこうと。狙っていこうと思ったら、ちょうど上から見てたので、ここはうまく間合いを取りながら、まあ、この箱をうまく使って、まあ、やられないような立ち回りをしていこうと。このボム投げとか、これなぁ、ここ甘えないんですよね、牛殺さんね。ここ甘えないんですよね。ちゃんとノバがどういう動きするかって分かった上で、普通の野良の強人だとあそこで立ち上がるんで、相打ちになるんですよ。じゃあそこを一回潜って、さらに後ろを取って、確実にやりに来るっていう。本当あれですよね。本当やる気満々ですよね。やる気のやるは、感じでやるって言いましょう。で、こうなってしまうと結構まずいんですけど、こうなって、ここをうまく塗りで負けてしまっていて、乗られてしまうから、ここラストワンチャンス止めに行かなければならないところで、3-1 状況になって、で、ここですね。ここを矢倉通るの一回待って、で、ここで死んじゃいけない、死んじゃいけない、死んじゃいけないと思いながら、ゴルタックさんの動き見つつ、スッと潜り込んで、ちょっと一回形勢を立て直そうと、塗り状況が結構辛いので、塗りがかなりやられちゃってるんで、一回これで、おそらくもう一回相手が潜ってくるだろうっていうところを読んで、で、馬三条さんしかいないのかってるんで、ここ一回倒す、はい、一回倒す、後ろさん倒す、
で、多分、うん、ここで、あの、味方に報告行ってるだろうなってところで、来てくれたんで、今度は、ノパの有利墓地に進むと。で、そこで一人見えてボム転がしたんだけど、ここで見てる、このね、なんか意味がわからない。で、上から出てくるなーって、そこ狙った瞬間にそれっていう。ずっと狙ってましたね、多分。もう、そこ以外多分やる気なかったんじゃないかな、みたいなショットでしたね。で、また再び、リッターとノパになっちゃって、かなり前線辛くなっちゃってるんで、もうこれは裏取って上から潰すしかないって思ったらそこにいるんですよね。すごいね、トロロさんのラピアめちゃめちゃこの試合超刺さってて、全然自由に動かせてもらえなかったんですよね。でもこうなっちゃうとノパ的にはどうしようもないんで、とりあえず出ましたけど、まあどうしようもないで。いやだから、この試合の MVP は割とね、ラピな気がするんですよね。6視点だと特に思ったんですけど。うん、やられるっていうね。あんだけ講釈垂れて負けるっていうね。ね。でもね、ラピブラはやっぱノバキラーなんだなっていうのは、こういう試合を見てるとね、つくづく思いましたね。やっぱ研究武器筆頭なのかななんていうのも思いつつ、ね、これだけのキルデスでもそれなりに活躍ができる。いや、いい武器ですね、本当にね。ということをしていたら、まだ、フラベ中盤戦ぐらいだったんですけど、ビーバスヤグラが選ばれちゃったんで、はい。みんな、のばねを持ちました。花火大会の時間だーうわービーバス花火大会だーモッティも珍しくダイソーしたーさあ、とりあえず、ビーバスの花火大会はですね、真正面から行くとただのやり合いになるんで、僕それが嫌だったんで、とりあえず裏取りしました。はい、裏取りしました。はい、まずここで見切り取りました。はい、見切り取って、あ、左側に一人いるなっていうのを見計らって、左、あ、いなくなったんで、じゃあ乗ろうかなと思って前に出ます。前を見ながら、後輩三つ目なんかいたら、撃ったら死にました。で、上がって、ちょっとスペシャルあそこに見えたんで、一個置いたら、あれ、切り取れなかったから、で、取ったらなんだこれっていう。なんだ何か飛び出してきたみたいな。なんか死んだってなりましたね。でもとりあえず人数よりは常に取れてるので、まあ、このまま相手の動き見つつですね。で、まあ、ここ取っちゃって、ヤグラがその位置に行っちゃえばもう、ノバ花火大会はもう完全に土地優先になるので、まあ、あとはここから適当にボム投げつつ、ノバブラスターが前に近づけないような苦しい展開を見せていると。で、右から入ってくるかな、左から来るかなっていうのをしっかり見ながら、一人来たんで倒して、で、左サイドはもう3人いてくれてるんで任せちゃって、で、こうちゃんとセンターを固めて、全部左の通路に寄せちゃおうという作戦ですね。で、右から来たらそれで潰せばいいんでって感じで、みんな行ってくれてますと。で、はい、まあ、モッキーのいつものポーズですね。で、ここは人数有利になるまでは結構出づらいので、こう味方の復旧を待ちながら、みんなに乗せてます。みんなを乗せてます。で、たまに右側を見つつですね。で、戻ってきたらしっかり止めて乗せてます。はい。で、もう俺がいけるって思うタイミング、あ、ここだなと思ったら右から来たんで一発とりあえず取って、で、そんで、ここでボムが刺さったんで、あ、もうこれは乗るしかないと思って、うおーって行こうと思ったけど、やっぱ塗ろうと思って、で、ボムラッシュが溜まったんでボムラッシュを投げていたら、あ、いけいけいけみたいなことやってたら、いつの間にか勝ちました。という、そういう試合でありました。いや、やっぱね、ビーバス花火大会はね、楽しいですね。いろんな意味でね。はい。ということで、お送りしてまいりました。ALL カンストプラベ。明日もこちらお送りしたいと思います。明日はガチホコバトルと縄張りバトルです。お楽しみに。またちょっとまた珍しい武器使いますんでね。よかったら見てね。また明日。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。夏の高校野球、なんと2回戦で優勝候補の2校、横浜高校と履正社高校が激突。なんでそれ決勝戦まで取っとかないんだよ。マジでもったいない。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。